28日から始まる非重大演習場での日米共同訓練に、去年屋久島で墜落したものと同じ型のオスプレイが使われることが分かりました。レゾリュートドラゴンは離島防衛を想定した国内最大規模の実動訓練で、5つの県の演習場などで合わせておよそ9000人が参加します。県内では非重大演習場で実施され、陸上自衛隊やアメリカ海兵隊が射撃訓練などを行うほか、オスプレイの飛行も予定されています。防衛省は今日、より実践的な訓練を行うため CV-22 と呼ばれるアメリカ空軍のオスプレイを使うことを発表しました。 CV-22 は同じ型が去年鹿児島県の屋久島沖で墜落し8人が亡くなっています。訓練に反対する住民グループローカルネット大分非重大の浦田隆二事務局長は、墜落したものと同じ型を使うことはますます危険が増すとんでもないことだとコメントし、近く県に訓練中止の申し入れをするということです。